寿司行政情報番組まるっとつガイドです。日中はかなり暑さを感じるようになってきました。市内の小学校ではプール開きが行われ、7月1日からは今年がラストシーズンとなる津市民プールの屋外プールもオープンします。本格的な夏の到来が待ち遠しいですね。それでは今回のまるっとつガイドの放送内容です。町の出来事では、6月6日火曜日に行われた津市消防団学生機能別団員辞令交付式と、6月9日金曜日に三郷農科学園で行われたレッツエンジョイイングリッシュの模様をお伝えします。津市が取り組む小中一貫教育を紹介するコーナー、つなげよう広げよう津市小中一貫教育、今回は三杉中学校区の取り組みをお送りします。